はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカーじゃない、これはマリオカート8デラックスだマリオカート8デラックスやっていきましょうということですね。今回はピーチ、ベビーピーチでカートなんですけれども、とにかく曲がりやすさ、そして加速をね重視したマシンにして まいりました。うん、なのでもう曲がり、もうカーブのコースどんどん来上がれっていう感じでね、うん、行きたいなと思います。すごいこのやっぱりさ、曲がりやすさの第1位といえばこのやっぱテントウムシのマシンだと思うんだよね、僕的に。でタイヤもね、今使ってるこのちっちゃいタイヤ、うん、これがね結構いいんじゃないかなって思います。でやっぱり初心者にとってはあのやっぱり壁にぶつかったりとかさ、あとはアイテムに引っかかったりとかする人が多いと思うので、そういう方はですね結構加速重視で、なおかつこのベビー系ね、うん、ちっちゃい子を選んで選ぶといいんじゃないかなって僕は勝手に思ってるんですけど、どうなんですかね。ただしねスピードが本当に出ないから、うん、1位になるのはもしかしたら難しいかもしれないと言いつつ、今回のこの動画でももちろん1位目指して頑張りますからね。はい、行きましょう。ドン、オッケー。ここだいたいさ右だよね、僕もう右しかほとんど行かないんだけど、20回に1回ぐらい左行っちゃうぐらいかな。うん、だいたいはねこのピンク側のコースで来ますね、このコースは。はい、待って、最後スタート、よし、まあ、最後じゃないけど、オッケー。ここ間くぐってドン、よし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 、いいねいいね。おお、一気に2位じゃん。待って、しかも青コーラが当たってるから1位とも近くなる、これは大チャンス。よし、いいね。ちょっと今は1位をちょっと狙わずに、ちょっと2位キープでいこう。2位キープ、よし、2位キープでいけば必ずどっかにチャンスはある。よし、待って待って、まだ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 違う、まだ違う、まだこのタイミングじゃない、このタイミングじゃない、まだこのタイミングじゃないよ。ここ、よし来た、待って待って、当たれ、オッケー、よし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 、来たんじゃない来たんじゃない。このイカスミが当たりながらも1位を取ってくスタイル、よっしゃー、完璧。そうなんです、大事なのは速さじゃないんですさあ次のコース行きましょう。はい、第2レース、グラグラ火山でございます。ここのコースもねカーブが多いんで、このカートはかなり有利なんじゃないかなと思います。行きましょう。さあスピードは乗れない、だから直線では負けるかもしれませんが、もうこのカーブはもうカーブはこっちのものですよ。はい、てかさ、僕ベビーピーチほぼ初めて使ったわ今更だけど、よしこっち行きましょう。本当に曲がりやすいね。まあ言うて今これやってるの 100cc なんで、まあそんな、ま、曲がりやすいのはもう重々承知なんですけど、にしてもやっぱりね、いいね、曲がりやすいカートをねやっぱりね最初は選ぶべきです。多分今回のマリオカート8デラックスからマリオカート始ましたっていう人もね結構多いんじゃないかなと思うんで、ぜひ曲がりやすさ重視でね選んでいただけるといいんじゃないかなと思います。うん、まあ、私曲がりやすさそんなことよりもとにかく飛ばしたいわっていう方はもう全然もうスピード重視でいいと思うんですけどでも結構マリオカートってさどんどん進化してって、この難しいコースは本当難しいからね今アイテム取れないかと思った。よし、え、結構独走もしかして、いいんじゃないいいんじゃない。いや、こんな独走じゃねえつまんないっすよね。うん、まあわざとダートでも走りましょうか怒られるわそんなことしたら。僕は毎いつでもどこでも真剣にゲームをやるのが、僕の僕ですから。なんだ何言いたいんだ僕のポリシーなんですよ。そうですよ、待って、これ、いやー爆発する。ここのやっぱりお尻につけといちゃダメなのかな。まあいいや、でも全然、うおー来てた来てた、水木さん、水木さんどうも、バックミラーでこんにちはあー、まあ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 まずいまずいまずい、普通に普通に普通にダート走って、ちょっと水木さん
青コーラ、今がチャンスです。やめて、よして、いやー、赤コーラはお呼びじゃない、赤コーラはお呼びじゃない、ちょっと待って待って、よし、いいね、私じゃない方向に赤コーラが行った。 OK、 おお、キノコがいっぱい落ちている、素晴らしい、優しい。待って、水木さん落ちていかなかった？あ、やった、なんか落ちてる、待って待って、さあもう私の前に出るとどうなるか分かっているよね。あ、まずいまずいまずい、ダート走、いやーほー、嘘嘘、ここで加速、よし、大丈夫、まだ、いやー、ちょっとそれはない、それは聞いてない、あ、大丈夫だった、ラッキー、いいね、 OK、 さあ2回目の連続ナンバーワン、ありがとうございます。もう途中実況がグダグダだったけど、まあこういうこともあるでしょう。さあ次のコースいきましょう。はい、3レース目、スカイガーデンでございます。スカイガーデンってさ、何、人気なの？今さ11人中7人がさ、このスカイガーデンにさ投票したんだけど、と思って。僕スカイガーデン結構苦手なんですよね。いや好きなんですけどね、うん、このコースの感じとかすごい好きなんだけど、あまり1位を取れないというか、うん、なんか最後のさ、一番最後のショートカットのところもミスるしさ、うん、あんまり得意じゃないんですよ。と言いつつ1位独走でいきますけどね。はい、そういえばさ、これ今使ってんの、ベビーピーチじゃん。ベビーピーチってさ、どういう位置づけなの？ピーチの小さい頃の話なの、それともピーチに子供ができた時の話なの？多分さ、ピーチがベビーの時の話だとは思うんだけど、そしたらさ、そのベビーピーチと大きいピーチがさ走ってるっておかしくない？いや、もちろんマリオにも言えることなんだけど、だからさ、一番おかしいの、マリオとさ、タヌキマリオが走ってるって一番おかしいと思うんだよね。だってミッキーとさ、衣装違いのミッキーがいるみたいなもんだよ。同じステージに立ってるみたいなもんだよ。おかしいでしょ。うん、まあ細かいことは気にしちゃいけないんだろうけど。大人の事情でね、はい、大人の事情よくわかんないや。大人の事情って使い方はちょっとおかしいな。いや、コインしか出ねえわ。この10枚さ、コインがあるときにさ、コインが出るのってどうかと思うよ。よし、後ろ見てみる。さあ、後ろにはまだ誰もいない。いいね。スカイガーデン苦手と言いつつ1位を取っていく。なんとも素敵なことでしょうか。てかさ、これでもし1位取ったら、今回俺、まだ1位以外取ってないことになるんだけど。ちょ、あ、待って待って待って、それはしゃあないよね。それはしゃあないけど、後ろ、まだ誰もいない。よしよしよし。いいよ、気にしない気にしない。来てないよね、来てないよね。オッケーオッケー。さあ、ここで回転していく。皆さんは何回転が好きですか？右回転、左回転、もしくは上回転。待って、ちゃんと乗ってく、ちゃんと乗ってく。よし。待って、後ろ来てないよね？本当に来てないよね？もう全然来てない。やば。いや、すいませんね。こんな動画をね、投稿してしまって。うん、もっとね、白熱したレース見たいよね。うん。まあ、こういうのもいいんじゃないですか？次のレースいきましょう。はい、本日の動画ラストレースいきましょう。今回全1位を目指して、もう完全優勝を目指してね、いきたいと思いますんで、よろしくお願いします。さあ、レッツゴー。いや、これはもう完全に証明できるんじゃないですか。この曲がりやすさがいいと1位を取りやすいよという、うん、てかね、このコンビネーション素敵かも。やっぱりこのね、ベビーピーチとね、このテントウムシと、いや、このテントウムシマジでおすすめ。本当にテントウムシはね、 200cc でもね、ある意味使えると思うから、うん、ぜひぜひ皆さん、このカスタマイズパクっていいですよ。はい。パクっていいですよって、別に僕が編み出したわけでもないですけど、やっぱ皆さんそれぞれ好きな、あー、待って、今出してたつもりなんだけどな。皆さん得意のっていうか好きなカートとかあるんだろうかね。いや、ちょっと待って待って待って、最後にして最後にして、ちょっと待って、危機的状況。いや、大丈夫、こんなのまだまだ余裕のよっちゃん。6位、余裕のよっちゃんとかさ、僕世代でもないからね。余裕のよっちゃんっていつぐらいのあれだ。待って、嘘、いや、なんか当たる。ちょっとちょい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 待ちなさい皆さん、ちょっと待って、
ちょっと待って、インコース行くとパックに当たる。さすがに 100cc は当たるよな、噛まれるよな。うーん、仕方ない、ドン。よいしょ、混んでる混んでる混んでる待って、オッケー。あー、あー、アイテム取れない。この順位でアイテム取れないのはきつすぎないか。待って、怖い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 。インコース攻めて、インコース攻めて、インコース攻めて、もう赤コーラに当たる。さあセカンドラップ7位で、さあファイナルラップ1位いくのか、これ大丈夫か。大丈夫、余裕の余裕のよっちゃんまたまだ言うか待って、ここいいんでいきたいね、ここいいんでいきたい。あ、でもそうするとアイテムが取れないか。まあ気にしない、いや気にした方がいいか。アイテム、今のところアイテムは重要だったな、チクったかもしれない。ちょっと判断ミス、キノコだけが回転して前を走っている。おーっと、アイテム取らせて、うーん、1個だけど、オッケーオッケー、赤コーラ赤コーラ赤コーラ。待って、でも1位はもう無理か、1位は無理なのか。いや1位は結構もうきついな。いい、最後最後最後いって最後、うっそ、ここでどういうことなの。走って、でも私加速力スカー、4位完全優勝ならずまあいいや、でも頑張りました。ということで今回ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回のマリオカート8デラックスの実況も楽しみにお待ちくださいませ。ではまたね、グッバイチャー。